形成学年の、制度やっていきますね。で今回は、タイトル。自分がですね、倒れる方向と逆の脇に相手の足を抱えて、で、フェフティのような形ですね。足を、両足をこの腰に当てて、で、この状態で膝を締めてお尻をこう突き出していくと決まっていく、まあ、強力なストレートフットロックですね。これがエスケープやっていきます。で、この形はね、ここに足を置かれてしまうと、ここの土台にね、お尻が突き上がる力が働いてしまうので非常に強力になってくるんですけども、横に倒れていくこの流れで、まあ、焦らずにね、全然やってほしいのは、まずこの上の足を無効化することですね。僕はこの足でお尻、相手腰を踏んで、このような感じでお尻をね、突き出していく力を働かせたいんですけども、で、このね、仕掛けられている側の選手がまず足首をね、押さえますね。で、この位置では外れないので少し仰向けになりますね。肘をついて仰向けになると、これ、ね、落としやすくなります。こういう感じですね。で、これを落としても安全ではないので、これを落としたらやはりこの足の外にずれます。この脇が抜けてない、脇に挟まれている足が抜けるまでは安全じゃないので、まず一つ目の方法としては、こちらサイドに回転して、まあ、逃げていく、まあ、お尻をね、蹴りながら逃げていくような手法ですね。まあ、これはグラップリング、道着がない方がやりやすいかなと。道着があると滑らなくて、なおかつタイトにグリップされている場合は、まあ、追随されて決められてしまう可能性があるので、道着の場合、やはり殻をね、掴めるので、おすすめは、途中まではね、手順は一緒なんですけども、このように入られた、足を外したらば、そこから、このね、襟を掴んで、で相手、僕がですね、腕で足を抱えている側の方に抜けていくように起き上がって、こうですね。で、こちらサイドに回れば、まあ、逆に押さえ込めるポジションに来るので、かなり有利になります。